이제 카운트 하시면서 고요매 0 3 2 1 GO! 流れるように進むやつだ。そこはそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。そんなのはなぜか。なもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員して、この体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。 タイムアタックなみに攻め込んでる。全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー。どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。 現存しない車を持ち出したのは予想で、9と本当だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西生息団キラーって聞いてた。こんなもんなのか。期待して損した。 なんかつまんない。さっさと無事免許を終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。 こんなところで、あっさりと前に行かれた。あんなでたらめなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ。むちゃくちゃだから速い。おっと、思い出した。この下品で ブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。 武蔵小杉を通過。母船が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。どうに。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ。
5戦の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよ、そんなの藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的に近いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスです。圭介君、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。桃彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急伊勢を完全に抑えてる。ロブヒコが前だ。本当だ。よし、いいぞ、抑えてる。行け。お下がりください。なんだ、ロブヒコじゃない。これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかしてもレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なくて、ある程度の重量感を粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず粘着力を稼ぐ。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱い。そういうことか。無助手のアドバイスもそういうことだと。あるか。チャンスは薄弱。ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2戦の走りを見せてもらうぜ。
Okay.